昨日のソフトバンクすべてがうまくいった結果確信してうまくいかない。佐々木朗希だから勝てない。なんとか1点リードに持ち込めました。1点リードじゃオスナまでつなげない。なんとかオスナまでつなげました。オスナとはいえ3塁にランナーいたら無理だよ。3塁ランナーアウトにしました。2アウトランナー1塁ってオスナ出しがち確定やろ。バイソフトバンクファン、各中にさよならホームラン打たれる。ロッテから移籍したオスナがファインプレーで得点圏のランナー減らした後にベテラン角中に代打さよならツーランってのがポイント高すぎるんよ。ストーリーしかない。もうそれくらいにしてくれないか。全てがうまくいった結果、最も信頼してたオスナが飛翔ってうまくいかないもんですね。顔面蒼白ってまさにあの表情のこと言うんやるな。強奪したオスナを被害者に燃やされるの本末。せっかく佐々木朗希を完全攻略したのにまさかオスナが打たれるとはな。多重球ターファンが見てる中でのあれやからな。ほんまエンターテイナーやで。あの状況で3塁アウトにした時にニコニコしちゃうのは。ツーアウトとはいえども同点のランナーはいるし、ホームランでさよならの場面でベンチニコニコしてて、気緩みスピアのオスナーの信頼度によるのだろうけど、一発さよならの場面で気抜かんやろな、オスナじゃなければ。救いは藤本だけまだ気を抜いてなかったことかな。で今日は山本由伸という。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。